生存者はこれだけか。少ないね。贅沢は言えません。わずかでも救えたことを喜ぶべきでしょう。とにかく彼らを教会まで案内しよう。教会までの道中には魔物も多い。俺たちが先導しなければ。そうだね。みんなを守りながら教会に急ごう。大丈夫、すぐ終わるわ。俺がみんなを守ってあげる。我が子の舞い踊るグレーンのゴーロントルネードファイヤー。負けないよ。そこで、これでもか。一気に切り抜ける。一刀真空破壊。はっ、どうでしょう。出し切る。空が一閃。俺がみんなを守ってあげる。蹴散らせ、ガトツ小破弾。受けてみろ、鳳凰転換区。貫き越えてイグナイトピラー。通行止めです。承知します。怖かった、怖かったよ。結構イケてるでしょ。ルーク、あのさ。なんだよ、俺に話しかけんじゃねえ。だいぶ神経過敏になってやがんな。無理もないよ、あんなことになったんだから。ムカつくな。ルークのことが。バーカちげえよ、裏切られた時だろ腹立つのは。ルークがアホボンボンだなんて分かってたことなんだから。アホなことしたってある意味想定内だろ。急に手のひら返して切れるなんて筋が通らねえよ。なるほど。
なんかすごくルークに失礼な気もするけど。俺がムカついてんのは、くだらねえ真似を止められなかったことだ。人を手のひらの上で転がして、今もほくそ笑んでる奴がいると思うと、マジ胸くそ悪い。踊るのは好きだが、踊らされるのは大嫌いなんだよ、俺は。こんなひどいことを企んだ人、俺も許せないよ。罪の国で改めて気づいた。ビジョンオーブの執行が全て正しいわけじゃない。世界中の人が何と言おうと、こんなことをする悪人は、絶対に俺が始末をつけてやる。言うようになったじゃねえか。カナタ。どうかしたのか、ミズラ。カナタが、カナタらしくなくなっている気がする。一気に切り抜ける。我が子の舞い踊るフレーンのボール、トルネードファイヤー。うっ、そこで。俺がみんなを守ってあげる。一等真空破壊。はっ。全力だ。一気に切り抜ける。せっ、知らせ。ガトツ小を放つ。受けてみろ。イグナイトピラー通行中です。表示前前までは。
きましたね。ここが一時避難場所の教会です。よかった、たくさんいる。だが集落の人数から考えればこれでも半数ほどだ。やっぱり避難の時間がなさすぎた。うちの子を、うちの子を知りませんか。妻が、妻が逃げ遅れて、ああなんてことだ。ママ、ママはどこ。くしょ、なんで俺たちがこんな目に。きっと鉱山の守り神に誰かが何かしやがったんだ。そうとしか思えねえ。誰だか知らねえが、俺たちを全員殺そうとしやがったんだ。違う。ルーク、よしなさい。俺は知らなかったんだ。騙されたんだよ。あの魔物倒したらこんなことになるなんて知ってたら俺は。おい、それどういう意味だ。まさかお前が。知らなかった、知らなかったんだよ。お前がやったのか。ルーク、あなたのせいで村があんなことになったの。ひどい。うちの子を返して。俺たちが何したって言うんだ。何人死んだと思ってんだよ。俺は絶対に許せねえ。殺してやる。そこまでだ。あんたはノースマイン領主セネガル。あの人がルークに手を出すことは許さぬ。貴様ら一歩も動くな。動けばすぐに撃つぞ。教会が囲まれている。全員ノースマインの兵か。ルーク、今のうちにこちらへ。ああ。私たちも行きましょう。セネガルには話もありますからね。そうだな。よし、外に出たな。なあ、あんたは俺を。撃て。サウスビーンの生き残りを一人も逃がすな。全員殺せ。はっ。まさか。やめろ。サウスビーンの人たちが。ママ。ダメです。手遅れでしたね。こんなことが。ひどい。ち。なんだよこれ。なんでこんなことになってんだよ。領主セネガル、貴様なぜ殺した。面倒な。おい、残りも始末しておけ。立ち塞がるのか、ノースマインの兵。絶対に許せない。やろう、みんな。ここを突破して領主を捕まえるんだ。切り開いてみせる。諦めないで。チェアリング、蹴散らせ。俺がみんなを守ってあげる。燃え上がれ、熱波扇風機着を付け。
運を引き裂く不在家の宿命、その身に刻め石化熱霊山。兵は片付きましたが、セネガルには逃げられてしまいましたね。奴はなぜこんなひどいことを。見てくれ、ビジョンセントラルに映像が。あれは。皆さん、私の名はセネガル。ノースマインという集落の領主をしております。なんでビジョンセントラルにこの人が。今回は皆さんに今起きてしまった悲劇について説明をさせていただきたい。我がノースマインとサウスビーンの間には鉱山の利権をめぐる確執が長年にわたって存在しました。しかし私は気づいたのです。いがみ合いからは何も生まれない、こんなことを続けても意味はないのだと。だから鉱山の利権も大半を譲り渡し、サウスビーンに和睦を申し込むことを決意したのです。これで長きにわたる憎しみの歴史は終わる、そう安堵しました。ですが、平和を望んでいたのはどうやら私たちノースマインの民だけだったようです。憎しみを捨てきれないサウスビーンの人々は和睦を拒絶し、あろうことか和睦大使として送った青年を殺そうとしました。これがその時のビジョンオーブの映像です。俺は絶対に許せねえ、殺してやる。これはさっきの。なるほど、そういうことでしたか。この青年の名はルーク。和睦大使の役割を買って出てくれた彼は、この後身を守るためにサウスビーンの民を殺害します。嘘だ。その後ルークはサウスビーンの民に捕まってしまったのです。私にはそんなルークを救出する責任がありました。彼を和睦大使に任命したのは私なのですから。ルークを救うため我々は剣を取るしかなかった。憎しみに染まってしまったサウスビーンからルークを救うために。憎しみから来るサウスビーンの抵抗は予想以上でした。一刻も早く勝利しなければルークを救うことはできない、そう判断し、我々はサウスビーンを殲滅しました。仕方のないことでした。この結果に私は責任を感じるばかりです。一人の善良な青年を救うためとはいえ、集落を壊滅させて多くの命を奪ってしまった。きっかけは和睦大使であるルークがサウスビーンの民を殺害したことに他なりませんが、私は彼を責める気にはなれません。彼は憎しみに染まった狂人から身を守ろうとしただけなのです。人を殺したという意味においてはルークはトガ人になりかねない。だがどうか彼に慈悲を。私はそう願ってやみません。あの野郎、
嘘800言いたい放題しやがって。攻撃！ノースマインの兵がまだ残っていたか。真実の目撃者である我々は邪魔者ですからね。ルーク以外は全員さっさと始末したいのでしょう。とにかくここを切り抜けなきゃ。大丈夫、私に任せて。諦めないで。チェアリング、蹴散らせ。ガトツ召喚。守ってあげる。ダッシュ！クーガ一閃！くらえ！まだまだ！クーガランチャージなんてない！新人電撃！あっただめ！つける！さあ、行こう！炎よ燃え上がれ！熱波扇風機！ねえ！舞い踊れ！豪華戦乱の花吹雪！ヒガ！ガスミ！ギャル！ヒガレ！はぁ！これが私の突撃武功拳！限界を超える剣を吠えろ！雷神装甲が！